松村義和松村義和9月7日から1959年1月6日は日本の内務官僚政治家県政会計感染県知事貴族院直選議員山口県出身商業松村霊造の長男として生まれる山口中学校山口高等学校を経て1909年7月東京帝国大学法科大学法律学科を 卒業。1910年11月、文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入り、神奈川県属として内務部地方課に配属された。1911年4月、神奈川県司法となる。以後、佐賀県事務官、道県私学官、鳥取県私学官、石川県警察部長、広島県警察部長。 警察公衆所教授県内務省参事官、山形県内務部長、和歌山県内務部長などを歴任。1924年7月、大分県知事に就任。1925年9月、内務省警保局長に転じ、1927年4月まで在任し退官した。同年同月18日、貴族院直選議員に任じられ、 厚生会に属し1946年6月18日まで在任。1931年4月から同年12月まで第二次若月内閣の商工政務次官を務めた。戦後、1946年6月から1951年8月まで公職追放となった。1959年1月6日死去、去年75、ありがとうございます。